こんにちは、デリシキッチンです。本日はジェノベーゼ風そうめんを作っていきます。まずバジル 20g とニンニク1かけら、お塩小さじ 1/2 とオリーブオイル大さじ4をミキサーに入れていきましょう。ミキサーにかけていきます。細かくなったら今度は茹でて冷ましておいたそうめん2人前をボウルに入れていってください。バジルソースを入れてよく混ぜていきましょう。しっかりと混ざったら塩コショウで味を整えてください。そしてトマト1個分と盛り付ければ完成です。いかがだったでしょうか。以上、デリシキッチンでした。